はい、えー。続けていきましょう。今日ね、なんと、えー、国会やな。国会のあの、党首討論が終わったら、国会の党首討論が終わったら、なんと、東京都知事やな。東京都知事の、えー、討論会みたいなのがあって、で、純不動やねんけど、えー、この方ね、石丸さん、 で、あと、今の、えー、知事の、えー、ゆり子ちゃん。小池ゆり子んで、えー、蓮舫さん。ほんで、あと、あ誰やあの人や、あの、あのーえー、自衛隊の人や。<laughs> あ、そうそうそう、たもがさんやん。たもさんが4人。なんでかこの4人が、あのー、4人が、 あのー、まあまあ、知事に、知事、知事の立候補に対して、えー、討論するっていうやつをやってたんや。ほんで、あのね、えー、もう一回言うで、この石、えー、石丸さん、で、あと、ゆり子ちゃん、で、蓮舫さん、で、たもがさんやろ。で、際立ったのが、 あの、小池百合子、話が長いな。政治家って言われる職業ってないねんけどね。政治家っていうのは。政治家っていう職業はないねんけど、一番話が長かったんが、えー、小池百合子。で、話長いねんけど、中身何にもないねん。小池百合子、中身何にもないねんで、何にも中身がないのに、 なんや言うたらあのー、自分の制作に3.0とか、なんとかかんとかとかっていうなんか分けわからへん。目標だけつけて、なんか話だけが長いねん。で、それと対照的やったんが、この石丸さんやねん。聞かれたことについて、私はこうです。しか言えへんねん。スパーンでそのまま切ってしまうねんか。だから言い訳がない。 のりしろがついてない状態で、スパーンって言って終わんねん。で、あの、蓮舫蓮舫っていう人やな。蓮舫蓮舫っていう人の喋り方は、蓮舫っていう人の喋り方は、ただ単にね、小池百合子と自民党が嫌いやっていう、そんな風にしか聞こえへんねん。はははは。小池百合子とね、蓮舫が嫌いやねんっていう言い方しか、あ、ごめん、蓮舫さんやな。 小池百合子と自民党が嫌いやねんって言い方しか聞こえへんねん。そういうふうにしか。で、あの、田もがさんやな。元陸上自衛隊やったっけこの、航空自衛隊やな。ごめんごめん。田もがさんかなんかも、喋りはんねんけど、なんかね、響けへんねん、言葉が。言葉が響けへんねん。あのね、言葉の響かない順位で言うたら、言葉が響かない4人の中で、 言葉が響かない順位で言うたら、多分ね、田もがさんが一番響けへんねん。次に響けへんのが小池百合子。で、蓮舫。で、この石丸さんが、やっぱさすがやなと思うねんか。海外にもとこ、海外で与えたこともあるからかわからへんけど、主語と実語しか言えへんねん。例えばあ、知事になった時の、知事になった時に給料はどうするんですか 今、小池百合子は半額返してるらしいねんけどな。小池百合子は半額返してんねんけど、石丸さんは、私は報酬は全額もらいます。仕事するんやからって、言うねんって。それだけやねん。私はもらいます。当然の権利なんで、みたいな言うねん。権利で。うん、確かにそうやと思うわ。うん。で、小池百合子言ったら、ええ、私は今、半分ぐらい、なんか、あの、 給料は返してるんで、えー、全国の知事の中では、一番報酬が少なくてなんたらかんたらとかってね、もうとりあえず話が長いねん。んで、小池百合子に、小池百合子にする、する匂いっていうのが、小池百合子の匂いはね、自民党集がするんのよね、やっぱり。あのー、裏金問題とか、いろんなことで問題を起こして、 風前のともしびな、あの、自民党衆がね、小池百合子にすんねん。それと、政治家、物の言い方が政治家のそれやねん。なんか、主語があって、あの、何々ですって言うまでの間が、もうやたらと長いねん。あれも言わなあかん、これも言わなあかんとかっていうことがね、別に言わなくてもいいことまで、 5回招いたら困るからって言おうとすんのが、すっごい長いねん。どれぐらい長いねんって言ったら、えー、石丸さんが1やとしたら、石丸さんが1やとしたら、蓮舫さんでだいたい4ぐらいかな。石丸さんが1やとしたら、蓮舫さん4。で、小池履歴は8ぐらいやんねん。玉神さん、ちょっと年齢言ってるせいか分,か分何言ってんのあんまりよく分からへんねん。 あんまり何言うても分からへんみたいな。昔のソロやねん。昔の人のソロやねん。ほんで、際立ったんがね、やっぱりこの石丸さんが、石丸さんがね、あのー、東京都知事に石丸さんがなったら、多分、相当数の公務員やな。公務員とか、えぇ、ー、相当数の人が辞めると思うわ。 やめざるを得ないと思うわ。あの、言葉が、あの、すごくね、あの、なんていうのかな、言葉にね、あの、付録がないねん。私はこうです。あの、俗に言うあの、ディスカッションとかやったりするときの、はいかいいえかっていうのを、先にそれだけスパって言って、で、その後、なんでかっていう理由は、最低限だけ言って終わんねん。 綺麗、うん。僕ね、こういう人がね、日本のトップとかやる方が、大臣とかなってる方が得やと思うんだけどな、うん。いらんことばっか言えへんから。これ、今日の4人のこれの前に、これ1時間ぐらいやっててんけど、この前、前に、あの、岸田文雄の話聞いた上で、 岸田文雄のだらしない、なんか、岸田文雄のだらしない意見聞いた後で、この石丸さんの話聞いたら、多分ね、石丸さんが1喋ってるとしたら、おそらくね、岸田文雄ね、40ぐらい喋ってんで。あの、今日も注意されとったもんな。国会の委員長に、簡潔に答えてくださいとか言うで、岸田文雄。もう早くやめてほしいな。今早くやめて、 それか、岸田文雄が辞めるって言ったらええね今、岸田文雄が辞めるって言ったら、これね、石丸さんやとか、あと、蓮舫さんやな。田も上さん。はて、はてはあの、小池百合子ですらね、あの、知事選挙が終わった後、東京都の知事選挙終わった後、もう一回選挙行けんのやな。せっかく集まってる人たちで、4人おっても、 三十人おっても、一人しか知事にはならんからな。やったら、残ってる人にチャンスが出んねんけどやで。だから早くやめてくれよと思うねんけど。けどな、今日も僕はあの、えー、大阪市役所、ちょっと用事があって大阪市役所電話してんけど、大阪も弱くなったな、公務員って。いつの間にあんなに大阪の公務員ってだらしなくなったんやろうな。 だら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 喋ってるだけでね、全然的を得てないっていうの。よ、えー、横山とかいうのが今市長になってんのかな大阪市長に。あ、こんなにトップがね、いい加減なやつがトップになったら、公務員ってこんなに仕事しないんやみたいな。大阪でもやで。大阪でも、公務員。 大阪の公務員もレベルが下がったな。質が悪いっていうか、あなた辞めた方がええでって言って。あなた、税金無駄に使ってるから、はよ辞めた方がええ言うて、3人ぐらいに言うたわ。給料泥棒や言われんだよ言うて。税金ばっかり無駄に使って給料もらってて仕事せえへんかったら、給料泥棒や言われんだよ言うて。ほんで、ついでやからあの、 なんや維新の会やったかな市長,の横市長の横山が大阪維新の会やねんなあれ。大阪市長が、えー、大阪維新の会やから、維新の会に電話して、あんたら、大阪維新の会になって、市長はたまたま大阪維新の会のやつが市長になってるけどって、ちょっとあんたたち頭悪いんちゃうのんて。 維新の会まで噛みついたってやん。ほんだら、維新の会のやつがね、事務局やね。代表電話に出たやつが言う、こう言いよってん、僕に。維新が嫌いなんやったら、言うて。維新が嫌いやったら、あなた、自分で選挙に出たらええやん、いいよんねん。お前らみたいなクズ相手になんで選挙出なあかんねん、言うて。あおちゃうか、言うて。大阪維新の会も行かれてきたな。だいぶん。 壊れかけてるけどや。なんかあったら選挙で選ばれたらええやん言うね選べへんわ、言うて。お前らみたいな安い給料でやな。安い給料と安い賃金でや。適当にやってるような公務員の、なんかなるぐらいとか、市長になるぐらいやったら、海外かどっかにトンズラ決め込んのがマシやんげ言うて。言われとったで今日、大阪市役所。で、あと、維新の会やな。うん。 頭悪いな。これね、公務員が頭悪いのは、公務員。例えばね、えっと、役所の公務員。警察官もそうやん。公務員が頭悪いのは、上に立つ人がね、しっかりしてないからやで。公務員って基本仕事しないから。あの、僕は決めつけたりだろうわ。公務員って仕事しないねん。公務員は。うん。 公務員はね、仕事しないから。うん。だから公務員やってんねん。うん。けどね、都会にいてる公務員はちょっとマシかなと思ったけど、都会の公務員も頭悪かったな。人が電話してんのにやで。何回も注意されんねん。変わるたんびに。出るやん、電話。公務員、役所電話したら、電話出るときに、もしもしって出んねん。 俺とお前は友達かよ、みたいな。市役所。ほんで、人が喋ってたら、はいはい、はいはい言うてから、はいは一回でええんや、言うて。お前喧嘩売ってんのん言うて。大阪市役所。ほんで、カーってやつのせいに、へぇ、へぇ、へぇ、言うてね。なんや、嫌なんか言うて。<laughs> みたいな。頭悪いよな、公務員って。 だから給料いつまで経っても、変われへんし、仕事してもせえへんかってもんやで。仕事してもしなくても、公務員は決まった日に決まった給料もらえるからな。だから仕事しないんやろ。競い合ってみたいな。こと今日言われとったな、ついでに。ここで言う話じゃないやるけど <laughs>。頭悪い公務員多いよな。はよやめてほしいよな。自覚あって自分たち頭悪い言われたんやったら、責任とってやめますわ、言うで。やめてやで。 その空席を誰かに譲ってあげろよって。公務員は既得権益じゃないねんから、ああいう頭あり公務員やで。東京都知事って言ったら、まあまあ、権限で言うたら、ああ、日本で一番ある人なんやろうけど、僕はね、石丸さんに一末の不安があるとしたら、あの、頭が賢すぎることやねん。石丸さんは。賢すぎて、 頭が賢すぎてね、あの、働けへん公務員とか、あの、トップにはなられへんねん。大阪府で言うたら、橋本徹さんがさやって、初めて橋本徹さんが、公務員のトップの市長か知事になった時に、やっぱり、あの、議会とかと喧嘩なんのが、頭の賢さが、あの、レベルが合えへんから、あの、頭の悪い奴が抵抗するわけやねんな。普段仕事しないのに、 しろしろ言われるから。で、こんなんなんねん。だから、石丸さんがなったら、ちょっと、やめる人が結構たくさんいてると思うで。うん。蓮舫さんがなってもね、僕は蓮舫さんが知事になったからって言ってね、明るい東京とか見えないのよな。小池ゆり子とそんな変われんと思うねん。で、小池ゆり子は、 もう賞味期限切れてると思うわ、多分。小池百合子は。正直。で、この消去法で言ったら、この消去法で言ったら、やっぱり石丸さんで行くべきじゃないかなと思うんで。この人多分ね、えー、知事選挙に通るか通らへんかに関わらず、あかんかってもちっつぎ受け入れてくれるとこいくらでもあるから。この人は。このスタンスで生きてる限りね、元に、元働いてた銀行に変えることもできるやろうし、 どこででもできるやろうけど。ただ、あの、言葉が、ちょっと足りんすぎるところはね、えー、一般の普通のおばちゃんとかおっちゃん相手には厳しいとこはあると思うて。うん。よくはなるやろうけどな。贅肉が削ぎ落とされたような状態になると思うけど、みたいな。どうですかはい。連続してなんか、なんか、見も見たみたいな感じやったな。